さて、いきます。頭を上げておいて、足を半立て伸ばして、肘と膝をくっつけます。くっつけます。もしこれ苦しくてくっつけなかったら、ここでもいいです。とにかく交互に足を越しながら、なるべくくっつけるように頑張ってください。これもちょっときついですからね、すぐにはできないと思いますけど、お腹の横、またお腹の真ん中、体幹気にしながら、意識しながらやってみましょう。2、3回でできない方はもうそれでもいいです。でも毎日ちょっと打ってやると、だんだんできるようになります。さあ、あなたもぽっくりお腹をなくしましょう。頑張って、今日も一日しっかり過ごもりましょう。